さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、セレンディピテという、偶然発見したことや技術を紹介するぜ。ニュートンが木からリンゴが落ちるのを見て、万有引力の法則を発見するようなものね。そうだな。今ではごく普通の技術や科学にも、偶然の産物によって、発見されたものがたくさんあるんだ。今回はその中から5つ紹介するぜ。まずは全身麻酔だぜ。記録に残っている最初の全身麻酔は、1804年の11月に、日本人の花岡清舟が、トリカブトなどを調合した薬品で、乳がんの手術をしたとされているぜ。200年以上前に日本人が手術していたなんて。1930年から現在まで使われている麻酔は、エーテルと小気ガスを混ぜて使うと、痛みを和らげる作用があり、それを吸入すると昏睡することが発見されたんだが、なぜ吸入麻酔が人体に効くのか、今でも理由はわかっていないんだぜ。ずっと使用してて、問題ないから、よくわかんないけどいいっしょ。ってことにされてるんだぜ。なんじゃそりゃ。でも医学の進歩に大きな貢献を、しているのは間違いない発見ね。1895年にドイツの物理学者、ヴィルヘルム・レントゲン博士は、ガラス管の気圧を下げて、電流を流す実験をしていたんだ。すると、近くにあった、蛍光塗料を塗った、板が発光しているのに気づいたんだ。つまり、目に見えない光が放出されていると、思ったレントゲン博士は、いろいろなものにその見えない光を当ててみたんだ。すると人体が透けて映り、骨の形や仕組みがよく見えたことで、医療に使うことを考えたんだぜ。100年以上経って、今でもレントゲンはポピュラーな、検診だから、素晴らしい発明よね。次は世界初の抗生物質、ペニシリンだぜ。生物学者のフレミング博士は、菌を培養している皿に、ミスをしてカビの胞子を落としてしまったんだ。しばらくすると、皿にポツポツとカビが生え始めたのだが、カビ周辺の、元々の菌が溶解していることに、気づいたんだ。これがペニシリンの誕生だぜ。ちなみに古代エジプト人は、カビの生えたパンを使って、傷の手当てをしていたらしいぜ。ペニシリンは、20世紀の偉大な発見の一つと言われてるわね。日本で島原の乱が起きた1638年。高級シャンパンのドンペリを作った、ピエール・ペリニヨンが生まれたんだ。なんとペリニヨンは、フランスの僧侶なんだ。自ら、ブドウの栽培から、醸造まで行って、ワインを作っていたんだ。ただ、発酵の過程で泡が出るのを、なんとか防ごうとするも叶わず、もういっそのこと泡がたくさん出る、ワインを作っちゃえ、と試行錯誤して完成したのが、シャンパンの元祖だったんだぜ。修道士なのに、なかなか、スパークリングな人だったのね。1945年、アメリカの、レーダー設置担当の技師、スペンサーが、レーダー装置の実験中、マグネトロンという、マイクロ波を発生させる、機械の前に立っていたところ、ポケットに入れていたチョコレートが、溶けたことによって、マイクロ波が熱を生み出すことが発見されたんだぜ。1944年、日本でも海軍が、マイクロ波を利用した遠隔攻撃の研究中、サツマイモが不可思議ものようになった、と伝えられているぜ。なるほどね、でも、まだ、電子レンジができて、70年くらいしか経っていないのね。電子レンジは発売当初、54万円もしたんだぜ。当時大卒の初任給が2万円弱だったことを考えると、かなり高額の家電だったんだぜ。月給の25倍以上の家電って、ちょっと想像できないわね。ちなみにあまり売れなかったらしいぜ。なんとなく想像はできたわ。
今回の動画は以上だぜ。動画がいいと思ったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。バイバイ。